みんなげ元気ゆきかみなるです。ということで、今回、なんですけど、おのすば第3期、第11話、感想&キーワードをやっていこうと思います。ということで、最終回でございます。いやー、もう最終回かと思うぐらいのボリューム感ではあったのかなと思います。はい。で、そこからね、まあ、貴族、のね、結婚式をこんなにして、お前は大バカ野郎だっていう形ですね。バカ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 言ってましたね。バカバカ言ってんじゃねえみたいな形ですね。まあね、肩代わりしてんじゃねえっていう。ね、お金のね、肩代わりしてんじゃねえぞ。お前は女房一人かみたいな形でしたね。はい。で、まあ、借金はどうすんだっていう形ではあったし、まあ、二言はないなという形でしたね。で、まあ、花瓶をね、花瓶の中にね、大金が入ってましたね。20億エリスが入っておりまして、こちらは、まあ、アニメではね、花瓶の中に入っていましたが、まあ、小説だと祭壇の脇に置いていたカバンに入っていました。まあ、そのまんまバニーヌが持って、バニーヌにから、もらったカバンから、小説だと出していたという形ですね。はい。で、そこから、このね、変態クルセイダーが、形になって、クリティカルヒットし、まあ、最初、動けない一枚でしたね。お姫様抱っこされた上にっていう形でしたね。まあ、ここも本当に小説通りに、まあ、連れ出すというかね、お姫様抱っこし、連れ出すという形でございました。で、そこからですね、兵士たちが動きまくるんですけど、まあ、声真似によって、ね、まあ、それを乗り越えるという、一旦乗り越えるみたいな形でしたね。アニメでは物陰に隠れて、アルタプーの声真似をしていましたが、小説ではアルタプーの兵士たちと素手で戦っているダークネスの影によって隠れて声真似をしていましたという形でございます。そこからですね、大きなゴリラ、まあゴリラマッスルっぽい、まあね、怪人というかね、モンスターが現れて、で、ここからのライトブーセイバーで、ユンユンが助けに来ますという形ですね。ユンユンとメメンが助けに来て、爆裂魔法を、貯めながらですね。はい。なんとかね、乗り込んできたという形ですね。頭のおかしい高魔族が乗り込んできたという形でございます。アニメでは、メグミンが高魔らしい登場にカズマさんは、爆裂魔法を仕込んできたとヒヤヒヤしていましたが、小説ではメグミンの高魔族らしい登場に、それ、本当は俺がやりたかったことなのに、と悔しがっていました。で、そこから、まあ、近くにいた冒険者たちに、頼み込むラップですね。お金ならいくらでも出す。だから、花嫁をね、連れ戻してほしいという形ですね。言うんだけど、まあ、それも無視されて、サッカーしようぜっていう形でしたね。はい。まあ、これもサッカーしようぜって、カズマのがね、ベルディア戦ですね。デュアハン戦でやっていたことですよね。まあ、ここが出てくるとは思いませんでしたけど、まあ結構ここも良かったんじゃないですかね。で、アニメでは語られていませんでしたが、ダクネスは貴族だと知っている冒険者が気遣いを見て、カズマさんは、ダークネスはギルドで今日のことを当分わからかわれるとだろうなと思い、しばらく近づかないようにしようと考えていたのでした。でそこから、まあ、爆裂魔法が制御できなくなったかな。うん。カズマカズマ、もう耐えられません。エクスプロージョンみたいな形でしたね。もう漏れ出すようなエクスプロージョンだったという形で展開発生していましたね。で、もうメグミンが動けない自慢になって、そこから逃げ出すような形でございましたね。アニメではカズマさんがメグミンをおぶっていましたが、小説ではアクアがメグミンをおぶっていましたという形ですね。でそこからまあね、兵士対冒険者の乱流がありまして、まあ、ピース、まあ、ダストンの仲間たちとかが結構役に立ってましたね。腕が、骨が折れたみたいな形だったりとか、暴力振られたぞみたいな形で、冒険者を舐めるんじゃねえぞほらみたいな形でございました。で、そこから、あなた様は、みたいな形になっと様で、まあ、ここから
連れ出してほしいという形でね、言うんだけど、お断りしますという形ですね。パンみたいな形になっていましたけどね。ラクネスも。ここも本当に良かったですね。綺麗だと言われていましたし、アクアの治療によって、ね、まあ、魔法は解除されましたね。で、そこからマックスウェールとね、アルタブーのやつになっておりまして、マックスウェールから呪いが解かれたと言われ、アルタブーは焦っていたんですが、まあ、交渉の面前で、まあ、上位のね、貴族であるララティーナが暴力を吐き出したことをラスネ系に知られていたから。で、アニメではアルタブーに抱きついた直後に、正体を明かしていましたね、バニルが。なんですけど、まあ、小説でアルタブーがいる地下の部屋に降りる階段の途中で姿を現しているわけなので、まあ、ここもちょっと違いがあるかなーって思います。で、アニメでは語られていませんでしたが、アルタブーはマックスウェールが、モノワスウェールが激しいことを知っていたため、彼に対価を払う、払っていると嘘ついて、まあ、彼の真実をねじ曲げる力を使っていました。悪魔相手の嘘つくなんて、入ってやろうですね。恥を知れという形でございますけど。で、アニメでは花嫁姿でアルタプーンの前に現れていましたが、小説はネグリエーション着て現れていました。私は結構こもう、ここもね、ちょっと違うとこあるかなと思います。アニメでは語られていませんでしたが、アルタプーンは結婚式をぶち壊し、たカズマに処刑をしようと考えて、そうすることで、ララティーナはカズマの命に関わるということになって、まあ、自ら自分を差し出すことになるというわけね。アニメではカットされていましたが、地下の部屋に現れたバニルです。アルダブーはバニルさんを始末しろと、マックスウェールに命令しますが、マックスウェールはなぜ始末しないといけないんですかっていう形になって、お断りしている。アニメではそこまで言われていませんでしたけど、マックスウェールのことをマックスと呼んでいたアルタブーは、この時初めて彼の本当の名前を知ります。アニメでは珍しく笑っていなかったバニルさんですが、小説ではバニルらしく、ね、悪魔らしく笑っていましたということで、まあ、どちらでもなんか本気さがあってよかったんですね。なぜ神器を使ってマックスウェール以外の悪魔を呼び出してしまった瞬間、呼び出された悪魔に気を疲れてしまったというかというと、アルタプーは悪魔を呼び出す対価がないからで、まあ悪魔には契約がです。うるさい、好きもんだからね、契約に。で、マックスウェールはね、別の世界からね、記憶を失ったまま来た悪魔なのだし、まあ、ここもね、マックスウェールは別の世界から来たという形になっておりました。で、なぜ見通す悪魔バニルさんがアルタブーの正体を明かして、マックスウェールを返せとは言わず、わざわざ回り黒いやり方でマックスウェールを取り返したとかといえば、単純にそっちの方が面白いからであるという形ですね。単純に悪感情で大変ね、面白さがあるというか。まあちなみに今に回り黒いやり方をしたおかげでアルタブーはこのままほどんでもいいと思えるような悪感情を入手することができたという形でございます。でアニメでは片腕を持っていかれていましたが、小説では両腕を持っていかれていました。さすが悪魔、容赦がない。でアルタブーはマックスウェールのね配下が足りなくて、まあ彼の寿命もね足りないという形になっておりまして、アルタブーはマックスウェールともに地獄に行き、マックスウェールは大家として彼らを好む絶望のね悪感情を出したという形で、まあマックスウェールは、悪感情がね絶望の悪感情っていう形でございます。まあセリフとしてまあカットされたものも結構あるっちゃありますね。アルタブー、アルタブー、君が好きだよアルタブー、地獄に生体変えたら僕がそばにいてあげるよ、アルタブー。ずっとずっと君の絶望を味わうよ、アルタブー。みたいな形で、無邪気の笑顔で言うんです。で、そこから、大事にするよ、アルタブー。君みたいにね、簡単に捨てるような君とは違い、まあ、僕は君が壊されないままずっとずっと大事にするかという形で使ったりね。で、まあ今まで貯めていた財産を使い、仲間ともにダクネスを助ける数。そんな彼の仲間たちの行動に
ダクネスは涙を流す。そしてアクアの GM 解除魔法によってパパを呪いは解く。その子アルタブーは悪魔たちに処罰を下されるね。でそこからまあそんなことがあったという形ですね。でまあこれでねまあカズマさんたちは弱いというかね、逃げ出すことはなくなってしまったっていう形になって、まあ、屋敷に戻るって形ですね。だがしかし、まあ、ダクネスは、まあ、手紙のことでね、あったんですよね。パーティーを抜けてしまっているという形ですね。そう思い込んでいるという形もあって、何を言っているんですか、ダクネス。ダクネスは大切な仲間であって、まあ、クルセイダーという身分があるから、いう形だったりね、まあいろいろとねかっこいいセリフをまあメグミンとアクアに持っていかれるカズマさんでしたけど、もう一度パーティーに入れてくれないかみたいな形だったけど、当たり前だろという形でお帰りという形でまあアクアとカズマめぐみがいて、ダクネスが、ただいまという形で終わりましたね。まあ、オープニングの入り方もめちゃくちゃ良かったですね。本当に、このタイミングでという形でしたね。まあ、エンディングはなくなってしまったけど、まあ、いいオープニングをここで使ってきたなという形でしたね。いやー。で、そこからね、まあ、王と、まあ、アイリス様の出会いから始まり、そこからの、パーティーの危機が迫るといった形であって、まあ、そんなことあったなという形の振り返りというか、まあ、出会いというかね、まあ、そういったナレーションもありつつ、予売？まあ、前回というかね、まあ、予売とかそういった形で、とか、あと、誘うような仕草をしていたという形でしたね。まあ、手を繋いできたりとか。そういうことがあったよという形ではあったのかなーって。で、まあ、そこから、まあ、ダクネスの身分でどうなるんだっていう形ですよね。今の状況だと、まあ、変態クルセイラーとして、まあ、少女であったり、まあ、あと、バツイチという形で、まあ、捨てられた身分ではという形でしたね。はい。まあ、この世界だと、まあ、朝に結婚しましたという手続きを出して、そこからお昼から、まあ結婚式みたいな仕草らしいですね。はい。で、そこから、まあ、バスネスという形でね、カズマに言われて、まあ、バツネツ、言うなーという形で提供までですね。テレビアニメであと提供まで、言うなーが響き渡るという形になっておりました。なあ、もう、うちのクルセイダーは、しょうがねえなということで、第11話最終回のキーワードは、ただいまということで、はい。カズマとアクアが、お帰りと言って、ダクネスが、ただいまといった形になっております。お、報酬が出たみたいだぞ。ということで、新メンバー獲得、そうだ、冒険に出よう。カズマさんがもらえます。なあ、もう、うちのクルセイダーは、しょうがねえな！ということで、このスパ、第3期、すべて終了いたしました。ということで、いや、ほんとにですね、まあ、この期間、ほんとにですね、まあ、いろんな方に、まあ、知られたのかなと思います。まあ、このスバのね、魅力というのもあったりとか、まあ、このファンでね、必要な、このアニメ連動キャンペーンもね、無事に、すべて、まあ、終了いたしました、ということで、はい。いやー、すべてのキーワードをね、まあ、一応、まあ、休みもあったっちゃありましたけどね、
2日間っていうか2週間ほどありましたけど、まあそれもね、まあショート動画とかでね合わせて全部出せたのかなと思いますので、まあありがたいことですかね。またね、こういったこのファンでアニメ連動キャンペーンとか、まあいろんな連動キャンペーンがあったらね、またね、まあこういった形で、皆様にね、共有できればいいかなと思っております。ということで、このスパ、アニメ連動キャンペーン、ありがとうございました。以上となります。